ラジオネスは東京楽チャンネル、ピーチバー岩井力です。はい、ピーチバー水岡店長です。いいよろしくお願いします。さあ店長、はい、急よ。うん、来てます。急なんだけど、1時間ぐらい前に畑でね袋掛けをしよった、はい、袋掛け、あの鬼ディレクターのサラエシが袋が車に来て、兄貴しました。売り物のように、ね、パンツも入りますね。で、あのこのこれ姫こなつっていう品種なんだけど、僕ら持ってないの。花嫁からだから、花嫁っていうのが6月の大体中旬ぐらいからですね、うん、でもこの時期ね、いいですね。だからもう本場の初物、ね、赤いはでも一番早いぐらいじゃないですかね。一番ね、ですよね。トップバッターかな、トップバッター、うん、姫こなつね、はい、これでね、サダイとええやつじゃん。で、これ兄貴食ってみてくださいから、ありがとうで、なんで優しいやつを思ったら、違う、あの試食動画撮っといてくださいみたいな、そっちかいみたいな結構苦手な2人ですからね。うん、そうなんよな。で、まあ出ましたのが、30分ぐらいかな。そうですね。店長ちょっと寄ってって食べるよってな、桃のように釣られてきたな。来ました。来たんですけど、まあね。さあ、そういうことでね、今年初です。ね、ザッパッと入れてくれたらな、こんなんでなくていいのにな。これがね、姫粉なんですよ。ここまで、どの辺？こんな感じ。いい？いいです？こうです？どうですか？どうですか？こんな感じです。姫粉なんです。じゃあ今年一発目をいただくか。そうですね、まあこれをいただいてね、僕らのこう桃もスタートするというような感じでいいスタートになるんじゃないかなと思いますので、うん、早速ちょっと呼ばれようよ。はい、行きましょうかね。それでね、はい、店長に電話したじゃん。しました。うん、ちょっと時間あるけど、ちょっと撮影したいから呼んで。めっちゃ呼ばしてました。はい、明日から雨なんでね。ああ、そうそうそう、はい、ほんならね、いやちょっとこれから出るんですけど、嫁と、いや、いいよ、奥さんもいいよ、呼んでいいやみたいな。ということでね、ゲストですね、店長嫁、はい、サルミちゃんです。はい、よろしくお願いします。さあ店長、はい、剥いてもらったぞ。いや、うまそうですね。奥さん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっと食べてもらおうですね。ただね、初物だし、ちょっと雨多かったろ、うん、正直ちょっと水っぽいんじゃないかなという予想。そうですね、うん、ただでもやっぱりいいね、色してますし、色売れとるよね、これは。うん、うん、これちょっと期待よね、うん、はい、じゃあさっき食ってもらって、うん、どうぞどうぞ。はい、初物ですよ、初物。初物は何でもいいっすよね、うんうん、なんかいい音してます。どうですか。またいただきます。あ、でもこれ刺した感じがですね、ちょっとマスク、どうですか。あ、
味しいですね。美味しい。まあ、なんかハードルを上げすぎてないかい？あんまりね、大げさに言うとこっから先の桃が大変になるからね。うん、でもこう、早稲らしい、ほんとジューシーというか、あっさりめな感じ。いただきます。うまどっかで見たこと、どっかで見ましたね。デジャブですね、うん、あ、うまいな。美味しいですね。よし、デデデデデデン、おー、どけー。あと、これね、農家の必需品ですね。ぜひ、ね、うん、果汁をここへ垂らして、で、ここを見るとね、糖度が何度あるか分かるんです。はい、じゃあね、はい、サラヤさんには申し訳ないけど、そうですね、公開処刑になるか、はい、公開処刑公開処刑にはならないですけど、サラヤ君のものすごいぞってなるか、なるか、うん、ちょっと見てみよう。じゃあ適当にちょっとパタパタッとしてるわ、ね、うん、でかいやつを、はい、よし、こんな感じで、こうですね、これをこう皆さんに見てもらうにはどうすればいいのか。いや、ちょこれ結構すごいんですよ。早稲でこれはどう、これは大体で言っときますけど、清水白桃、糖度って、岡山のメインであります、清水白桃、これで大体ね、12度ぐらいですね。12度以上あれば、ロイヤルっていう扱いになるん で、ね、はい、うん、なんで大体この辺の早稲だと、まあ、11度いけばラッキーぐらい、大体10度前後が、メインっていうか中心になるんで、はい、うん、ところがなんとこれサラヤさんの決め方でやっちゃったね。いきなりやりましたね。トップランナーがいきなりやっちゃいましたね。トップランナーがいきなり、もう見ていただいた通り 12.8 度ぐらい、これ清水のピークの時ぐらいな感じやね。ですです。うん、さあスタート、これいきなり高いハードルからスタートしたね。で、近所の直売所さんへ行っていただければ、多分もうそろそろこういう辺の、はい、あのサラエさんの名前とか見つければね。ですね、うん、僕は味間違いないんで、はい、うん、でこれも多分ね、2、3日間にね、並ぶと思いますので、うん、はい、興味ある方は皆さんね、うん、お楽しみに、はい、じゃあね、そういうわけで、今年一発目の姫小夏を見ていただきました。で、こっからね、もうこれが1回目やね、一発目やね、一発目ですね。で、ここからずーっとね、この赤岩だけでもね、僕らが作ってる品種が最後の峠白で締めるとして、多分ね、40種類というか40品目くらいあるのね、同じもの。そんなにありましたかね、うん、なんで、それをまあできる限りね、一つずつ、これは何々っていう品種ですみたいなんで、で、時間とかあればちょっと切って、中こんな感じですとか、そうですね、うん、で、どんな感じ、ちょっと硬い系のにね、肉質やねとか、これめっちゃ柔らかいね、ジューシーやねみたいな、そういうのをどんどんね、これから品種売れてくるごとにお伝えできたらいいなと思いますんでね、ではそういうわけでね、今日はね、今年一発目、姫小夏、はい、はい、見ていただきました。奥さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあまた、次回お会いしましょう。はい、じゃあ今日はそういうことでね、はい、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いい、うん、はーい、意外といい、あ、いいかな。あ、どうしたらいい。